お世話になります。ヒトリーでございます。鎧の孤島で登場する純伝説ポケモンダクマはストーリーで1体しかもらえず、卵も産めず、厳選とか非常に面倒ですよね。ただ多くの人は鎧の孤島剣盾をクリアした状態でやってると思うので見落としているかもしれませんが、実はクリアする前でも鎧島には行くことができるらしく、ストーリーの進行状況に応じてレベルの調整が施された上で冒険できるという情報があるんですよね。この情報から考察するに、理論上はブラッシータウンに来たてホヤホヤのバッチゼロ個のストーリー序盤で鎧島に行けば簡単にダクマが手に入るはずです。そして序盤で手に入るなら何回も繰り返せば実は超簡単にダクマを量産できそうですよね。このことが気になって眠れていない方も多いかと思います。そんな眠れていない方のために、今回はダクマはバッチゼロ個の状態で入手し短時間で量産できるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあまずはブラッシータウン駅のあたりまでストーリーを進めたいと思います。ひとまず最初の御三家じゃちょっと進めていく上で低レベルすぎるので、ちょっと育てたいと思います、他のソフトで。なので交換していきたいと思います。さっきのヒバニーをね、経験飴あげて育てたいと思います。いけ、こいつにしまして、で経験飴 XL36 個使っちゃいましょう。いけ、はい、いいですね。エースバーンにしまして、戻ってきました。100レベルですねこいつ。はい、じゃあエースバーンにして強化しましたので先行きましょうか。はい、じゃあブラッシータウン駅着きましたので中見ていきましょうか。まだできないか、多分向こうに行ってからかな。多分ちょっと一回ブラッシータウン駅までも乗れましょうか。あ、オッケーオッケー、鎧島行き列車が到着いたしました。来ましたね。ブラッシータウン駅に着いて一回ワイルドエリアの方に行って、それでまた戻ってくるとこいつがいるってことね。そういうことね。オッケーオッケー、ヤドン来たってことはいけそうっすね普通に。オッケー、捕まえていく。ヤドンをどかしていきましょう。これでお客様すみませんが、ワイルドエリアに行けるようになりましたらお声掛けくださいってことなんで、あ、そっか、ワイルドエリア行ってから行けるようになるのかな多分。ソニアとホップと話してそれでいけんじゃないか。ここで戻ってみましょうか一回。はい、ブラッシータウン駅戻る。これいけんじゃん。あ、鎧パスお持ちでしたら鎧島に行くことができますよ。本日はどちらに行かれますか。あれ、鎧パスいつの間にかもらったことになったんだ。あれ、表示出てこなかったような気がしたんですけど、まあとりあえず鎧島駅。あ、いけんだ、マジか。やっぱりいけるんすね、すげえ、マジか。まだ一個もバッチ取ってない状態でブラッシータウン駅からワイルドエリア行けるようになったらいけるってことですね。もうすぐ早っ。俺まだカムカメしか捕まえてないのにアップデートされたよマジかよ。だいたいここまで42分で来れましたね、とりあえず鎧島までは。じゃあ先行きましょうか。オッケー、戦おう。あ、10レベだ、めっちゃ弱いっすねやっぱり。マジか、私エース版100レベなんで余裕で勝てますね。御三家のまま行っても全然勝てますね。ヤドンも12レベということで、はい、余裕。おし、修行普通にできんだねマジか。はい、じゃあマスタードと勝負ですね。はい、13レベということでこいつも弱いっすねやっぱ。オッケー、13レベル弱いっすね普通に。はい、一発。はい、ヤドンのイベントをやっていきましょう。あれ、ちょっと待って、これクリアできなくね、歩きでやんの歩きでクリアできるのかこれ。いやー、いけねえか。あー、やべ、ちょっと待って待って、むずいんだけど。いやー、むずい。いや、早いんだけどマジ。オッケー、ギリできましたね。ちょっと難しいわこれ。うわ、ちょっと17レベっていう感じでちょっと上がってますねレベル。だからそのまま行くにはちょっと辛いかもしんないっすね。オッケー、行きましたね、余裕っすね。オッケー、普通にオッケー。よし、つうか自転車持ってない状態でこいつに話しかけたらどうなんだろう。なんつうのかな、あれ、あなただって水の上を走れる自転車手に入れたら教えてよ。あ、なんだ、そういう風になっちゃうんだ。冷たいね。うわ、マジか、これ序盤でもらえるのめちゃめちゃいいじゃないですかこれ。こいつらでさえもうラッキーですよねマジで。本当に不思議だね、もらっていく。うわー、これ歩いていくのしんどいな、遠いな。初めてマックスレイドバトルのあれですね出てきましたねここで、鎧の孤島で。しかも星1になるんですねやっぱり、ここでカイロスだし。しかも、あ、でもそんな遠くなかったっすね意外と。オッケー、勝負だ。あ、ヤドン18ですね、ちょっとレベル上がってるかなっていう感じなんで、ちょっと若干そのままいったらね厳しいだろうね。オッケー、オッケー。あ、一応ホイーガに進化してるけどレベル19ですね、全然余裕かな。ウェイ、はい、大キノコ取っていく。はい、大スープいただきます。つうかさ、これバッチゼロ個なのにさ大スープ飲ませればもしかして御三家最初から巨大マックス状態にできるというね、すげえ。だからバッチゼロ個で巨大マックスの御三家と、あと旧御三家ね、巨大マックスの
が手に入るってヤバすぎでしょ。はい、勝負しましょう。はい、相手スコルピで23レベルですね。うわ、マジか。ここでしかもダイマックスのやつが出るっていうね。初めてダイマックスのルールを知るっていう。はい、もちろん一発。はい、24レベルだけど一発。24レベルだから、最初のジムリーダーぐらいの強さかなっていう感じですかね。よし。うわ、ヤドラン25レベルじゃん。マジか。強えな、それは。はい、オッケー、一発。うわ、進化しちゃったよ、こいつ。オッケー、三つ目の修行クリアして、オッケー、授ける。うわ、来ましたね、もらえるんだ。マジか、これはすげえな。普通にもらえてしまうという、まだバッチ0個なのに、一括。オッケー、ダクマはダクマリーのポケモンになった。よっしゃ、これマジか。図鑑に乗っていく。まだね、こんな不思議な贈り物にニューとかポケモンキャンプにニューってついてるような状態でダクマ手に入れました。ちゃんといますね、こいつ。でかかった時間としては1時間18分なんで、かなり早いんじゃないかなと思います。ということで検証結果、ダクマはバッチ0個の状態で入手し短時間で量産できるでした。一応理論上は可能ということは分かっていましたが、まさか本当に何の障壁もなくゲットできてしまうなんて、まさかね、思いもしませんでした。しかも約1時間で伝説級が手に入りますので、ポケモンホームの GTS とかでもかなりうまく活用できるんじゃないかなと思いますね。過去作とか特に持っていない方はこのダクマを利用して相当いろんなポケモンゲットできるんじゃないかなと思います。しかも先ほども言いましたけど、もし鎧の孤島から始めた人でバッチ0個の状態で鎧島に行ったら、自分の持ってる御三家を巨大マックス化できる上に、さらに旧御三家の巨大マックスポケモンももらえて、その上に純伝説ポケモンダクマがもらえるわけですから、序盤で超最強になれますね。でとりあえず1時間でダクマが手に入るんだったら、ちゃんとガチ対戦の方もね、いろんなダクマの方を用意しやすいんじゃないかなと思います。っていうか、裏技もバグも使わない完全に正規な方法でこんな早く伝説ポケモンが手に入るのは、ポケモン史において最速レベルに匹敵するんじゃないでしょうか。お前は神と遺跡イベントか。